ジョイ、ジョイです。久々にお前来ちゃったな。久しぶりです。いつもみどりちゃんなんで。あ、いつもみどりちゃん。そうです。最近見てもうお前嫌だわ。マジもうお前嫌わ。事務所で編集しとけ。今日、いや急遽あいつこんかったな、朝。あ、そうです。いや、なんか現場行ってるみたいな。まあ、管理もやっとったもんね、もともとな。現場管理のプロだもんね、あいつは。で、まあ今日ちょっとね、何の動画って、まあ緊急でちょっと撮っとるんですけど、今から、まあ資材置き場行くんだわ。で、資材置き場に何しに行くかっていうと、前回さ、あなた5000万だった ?7000 万だった?あ、お金取りっぱぐれましたみたいな。はい、はい、ありました、ありました。大変なことがあったって聞きました。5000万未払い。で、この制作やったの?制作ね。制作やったんだけど、7800万ぐらいで受けて、そしたら2500万ぐらいだけ払って、あと5000万払ってない。連絡も取れんの?連絡はつく。で、結局そいつ弁護士に、を入れてきて。弁護士は間入ってんの?間入ってる。期日は出てきたの?もう期日はだから、11月の末が最終期日だったんだけど、うん、その前に弁護士に代理を頼む交渉をした。ああ、そういうことね。うん、で一番立ち悪いよね。もうわざとだじゃん。ずっとはもうそうだよね。もう計画的だ。だからもう詐欺でしょ。だってうちが受けてる金額よりも、うん、と契約した金額より、うん、そいつがゼネコンと契約してる数字の方が低いんだ。もう最初から赤字で。最初からやってんの。だから。ああ。でもだからそれはもう詐欺で、もう訴えるよって言ったの。そこは。だけどそいつパクられちゃうと、金取れんじゃん。それも分かっとんの。あ、そういうことね。で、立ち悪い。なんで、まあそいつが、はい、そいつとか、まあ同級生のようちゃん、明日が工業、明日が総研だったかな。はい。で、まあ、ほんと30億円取っちゃいそう。あ、そうなんですか。そうだよ、そのままできる。あいつの俺のところ全然でかいよ。まあその子がうちの資材置き場にさ、一部鉄骨とか置いてあるんだわ。はい。でそれってちょっと流ししとるんだわ、縁の方を。はい。でちょっと材料かなんかっていうのかな、なんかユニットかなんかとか言ってたかな、なんか塗りたいらしい、吹き付けで。はい。でまあそのじゃあ、まあ現場で打ち合わせしようか。でそのブースみたいなの買ったらなんかもね、はい、塗装ブースみたいな、はいはい、吹き付けもやれるように。でまあちょっと現場で待ち合わせしようかって言って、まあ今日10時だけど、10時に俺ら行ったけど、いなかったよね。いなかったです。そして今、初めて行っとる、手で撮っとるけどね。まあでも、まあ実はまあね、ここで2人で待ち合わせして、まあ今行っとる手の映像なんですけど、皆さん、視聴者の皆さん。うん、だけど、まあ、まあちょっと遅れるって言ったら、子供を学校に送ってってからって言ったもんで。あ、そうなんですか。うん、10時10分ぐらいかなって言ったもんで、まあちょうどこれで戻ってったらちょうどいいぐらいなんですけど、はい、まあ今日はほんで、本当にまあその件を、どうなったのかなって、はい、その実際に5000万取りっぱぐらいだって、えれいじゃん。なんか弁護士立ててみたいな感じ。ああ、そう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 。それがさ、どうなるかじゃん。やっぱもう本当に取りっぱぐれるのか、結構コメント欄にもあったんだけど、はい、どうなんだ、これ潰れるじゃんとかさ。はい。なので、実際にそのね、5000万だね。5000万って。いや、それってきついで。5000万もらえんってさ。はい。5000万じゃん。はい、だけど、原価かかっとるじゃん。はい。建設業なんか行って、ね、8割とかさ、はい、が原価みたいなもんじゃん。まあ、俺はちょっと民間だもんね、割高っていうか、はい、営業経費が乗っかるもんね。要は現場原価、販管費っていうところって、販売管理費だよな。人のってことですか。そうそうそう。普通だって建設業って、だってそうじゃん。例えば同じうちのと同じぐらいの規模で、まあ、例えば10億やっとっても、はい、営業って、一定一人二人とかの会社多いじゃん。はい、それかもう、下手したら社長一人でやってるじゃん。明日が工業、明日が総研なんか、多分営業いないじゃん。あ、そうなんですか。いや、勝手に言ったら。30億やっとったら営業ぐらいおるわって怒られるかもしれんけど、はい、いや、結構10何億のとこまで営業おらんかったっすよ。あ、そうなんですか。だから同じ 15%、20% でも丸々利益でしょ。俺ら民間って結構広告宣伝費と営業人件費っていうのがすごいウエイトを占めとるんだよな。で、まあ、その丸々5000万取れんってことは、はい、もう本当に一気5000万赤字みたいな世界だ。お前5000万もらえてたらどうな、どう思う ?500万でもいいわ。500万貸したら帰ってこなかったら。殺してからします。殺してからすよ。お前捕まるやつだぞ。5000万やられたら多分3年やかんちゃうって言い返すな。わ、そんなかかるんですか。いや、かかるでしょ。人力のとこから行かれるじゃない。建設業もそうでしょ。みんな1人、2、3人で会社やっとっても、結構会社最終利益ゼロみたいなやつ結構多いでしょ。こういう考えでもね、利益の半分ぐらいは税金持ってかれるもんね。40% ぐらいやから今。だから、利益を出さずに、はい、遊んじゃう人と、その利益を、ね、先行投資で設備投資とか、はいはい、まあ設備投資は減価償却に変わっていっちゃうんで、ちょっとまた難しい話になっちゃうけど、まあ、
お金をまた使えばさ、はい、成長の資金になるじゃん、はい、じゃあ人を一人採用してもそうだよな。まあせっかく金が300万余ったもんで飲みに行こうかって言って300万使ったらバカじゃん、はい、だけどじゃあ人雇おうかって言って求人費とかに使っちゃうとか、はい、そういうのもあるよな。お前そういやお前今日分かったけど俺が一生懸命喋ったやつ全部早送りしよったやないか。さあ、静岡駅に着きましたよ。はい、着きました。そういやさ、はい、さっき来た時さ、待ち合わせした時さ、はい、なんか事務所の前で、まあ静岡駅の前でさ、視聴者さ、工事しちゃったけどさ、はい、塗り替え大丈夫してまーすみたいな感じで声かけてくれたよな。かけてくれました。声かけたのか。あれ、いないないですね。ちょうど休憩か。10時だね、休憩だな。終わりかな、まずいな。しかも前子供にめちゃくちゃ怒られたらしいんだよ。絶対お父さんどこでいるんだよ。お疲れ様です。カメラ待っとる。カメラ待っとる。また問題ない。子供に怒られる。じゃあちょっと質問があるんですけど、あの5000万の件どうなりました？ん？5000万の件どうなりました？動いた？あ、動いてる。え？どうなったの？どうなった？まだもらってない。え？まだもらってない。なんでカメラに顔映らないようにしようとしたんだって。あ、ほら、わかるぞ、お前。息子にバレるようにしようと、今。息子にバレるように。わかるでしょ。モザイクかけてただけでしょ。もらってないんだ、まだ。なモザイクだけかけてただけ。まだよ。目以外モザイクかけてただけ。目以外モザイクかけてただけよ。マジで。あ、でも話動いたの？動いたら便利。だって5000万って何千万？ 5000 万。5500ぐらい。1500？ どうなったの？なんか LINE は出るけど電話も出るみたいな。じゃあだから弁護士と話しとる。あ、弁護士と？どういうふうになるの？まあ、一応払う予定だよ。あ、払えるって言ったの？そうでしょ。どうやって？今の現場で。だけどだって今の現場だったら今の現場の下請けにはじゃあ払えるってこと？じゃあこれ公開したらもうついちゃう。じゃないよ。あ、じゃあ今の現場であんたとこ払って次の現場に今の現場で今の現場でまた苦しむやつが出る。そういうことだね。で止まったら終わりってことだよね。まあ行って建設会社みたいな半分そういうとこもあるんだよね。まあ飲食店とかもそうじゃん。ないでしょ。まあそのお金が入ってくるけど、まあ飲食店でまあ一発一発がでかいじゃないけど、めったにそんなこと死ぬまでね。まあそうなんだ。たま本当にやったところでそうなった。本当は、まあ、普段はもうやらんもんでどうしても頼まれて、で利益率も全然なかった。ない最初からもゼロだったみたいな。まあまあ、まあ、知れとるよね。助けたりみたいな数パーセントぐらいみたいな、うん、うわ、怖いな、ほんとな。5000万怖いやろ。怖えぞ、マジで。怖い。それなのにまたこの仕事もらっちゃって俺ね。え、お高くなるけど大丈夫ですか？これはここブース作れんの？ブース作るらしいんだ。塗装ブースを作ってほしい。塗装ブース塗装は何うちに作れるの？仕事塗装あげないよ。分からなかったな。塗っていいとこといかんとこがある。それ分からんわ、うちは。それは超バーバーあるもん全部だけど、そうせっ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 てサインだけしていけんじゃん。まああるもん全部塗っちゃったらダメですね。またこうやってこうやってね仕事もらいましたんで、まあ、取れそうってこと。またちょっと最後取れたらもし教えてください。いいよ今一応ね、うん、取れる算段してる。本当？なんで親方君みたいな喋り方しちゃうの？分かろうみたいな喋り方しちゃうの？おはようございます。おい、撮影中に電話してくんじゃねえんだよ、バッキョロメ。またかくて一発あるぞ。え、でもちょっと似てません僕。いや、似てるじゃん、似てるじゃん、言われるらしいですよ。めっちゃ似てますこれやってるじゃん、カメラに映るってことでね。息子に怒られる。まあそう、でも撮るそうなんで弁護士も動いて。そうっすね、撮れんかったら困るよ。でもそれはな、弁護士とこっちも弁護士だって話。いや、こっちは弁護士だってじゃない。ああ、もう直接。うん、弁護士直接連絡が来るじゃん、ちょっと弁護士払いませんじゃなくて、払うから期日ここまでは待ってくださいみたいな。そうそう、はあ、そう怪しいけどな。いやいや、弁護士だってそういうことは、まあ、それなりに考えてるでしょ。で、分割な、一括でも払って分割にして何年ぐらいかな。いや、何年じゃない、何ヶ月だよ。半年ぐらいで払って5月で終わる。2月に一発、4月に一発、5月に。ああ、2、ああ、でも計画組んだんだ。じゃあ、それ何の売り上げ高あるんだね。
いやそれ何ちなみに相手の売り上げの規模って知らないそんなの俺には関係ない知りませんあと正面と真ん中と、まあ、ケツは後でなんか適当に作るかじ、まあ、向こうケツ斜めでいいでしょうじゃあシートで向こうから斜めでもどこでしょう向こうで言うとあなたがやって言ってるので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 あなたがや
まあ、プロだよ。マジおいおいって知らんのにおいって始めましたよ。足高さんのところの授業。そう始めましたよ。ピーチもうちょい向こうだったよ。いいっすか。ああこっちまだ足場から出とるよ。いいじゃんいいじゃん。いいっすか。おお。歩いていけ。俺立ったるよ。頭使えば頭。頭使うか。もっと下げてください。もっと下げ、もっと下げ。はい、それ、いいですか、それ。おおはい、いっすよ。もうお前やれよ。社長戦闘行っちゃう。なんで俺がやるんや。バーッ行きましょう、一緒。あ、頭気をつけてください。あ、上おるよ。音上げた方がいい。あ、ダメダメ。音上げて。持ち上げ、持ち上げ。持ち上げ、持ち上げ、持ち上げ。音上げた方がいい。はい、ストップ。いや、上ですね、上。いやいや。あ、これ。すごいかが。お前体、逃げろ。この上、じゃあ、しとる。手で上げりゃいいんだから。もうちょい右、もうちょい右、右線、おい右旋回やって、お前、こっち見なか。こっちじゃないの。まず一回向こう旋回シーンと刺さっとんので。いいから、俺の言うこと聞け。右旋回、右旋回。上です、上です。そうそう、右旋回、右旋回。そうそうそう、右旋回。そう、そう。で、これでブーム縮めていってください。縮め、縮め、縮め。縮めてー。縮め、縮め。もうちょい、もうちょい。おい、ストップ。ちょっと待ってよ。漫画や。手気をつけろよ。ゆっくり巻いてー、ちょい。はいはい。だいたいいいでしょ。そう僕らの方が多分ベテランですね。何ベテランですか。本日の作業は足利工業鉄骨の取り付け講師ありがとうございました。やだやだ、はい、サブちゃん、サブちゃんですね。足場専用チャンネルやってんの。動画上げたもん。まだ上げてないです。これ上げる。これからまあちょこちょこ上げていく。はい、上げるか。ちょっとあの塗り替え道場のねライブやってから、そこで告知してから告知してるからと思って。どういうライブやってね、はい、
前そのせこいこと言っとるの来とるとかと足場の方もリンク貼っとくんでまたそっちの方も見てください。はい、よろしくお願いします。さっさと仕上げお願いします。あ、こっちね、お願いします。ここからなんかあれでしょ、塗装ブースにするんでしょ。あ、いいっすね。息子さんの名前あった。え、おいしい。またね。ちょっとお金払います。なんでか。おいまたね。